ははい皆さんこんこにちは、えー、っと今回は視聴者様から、えー、っと質問をいただいて質問というか、えー、リクエストですねあの額から声を細く出すということはどういうことなんですかということで、えー、いただいたのでその 質問に答えていきたいと思います、えっとまあ,あの正しい発声ができている時にはいわゆるマスケラですねあ日本語でいうと仮面なんですけど顔の前の辺りに響きを感じるということがあってでんでそういうことを言うかっていうと頭蓋骨頭蓋骨っていうのは あの穴が開いてますよねいくつか、えー、こ,こ,のここにも開いててここにもあって要するにふくびく「複鼻く,くってやつですかねで正しい発生すると正しい振動が起きるんですでそうなってくると空間,が空間が振動するのでそこが響くように感じるということなんですけど おなのでここに、ここにも小さなが穴があってで、えー、高い、えー、倍音が含まれていて、えー、高音を出すとき、ね、特にになってくるとここ,にここから声が出るような感覚を持つということになっていますで、まあ、額というよりはこの眉毛の間の辺りにある穴です、ね、が振動するので,でそこから声が出るような感覚を持つと。 だからこれがいわゆる額から細く声を出すということの説明になります。でただそこから声を出そうとしようとするのではなくてですね えーまあ、正しい呼吸のサポートだったり、えー、声帯の正しい振動それから声帯から口の先までの空間ですね鏡膜あとは後鼻腔声帯の上の方に咽頭の上の方の鼻の後ろにある空間ですねが正しく使えてる鏡膜正しい鏡膜になっている状態になってくると おそのマスケラに、えー、声を感じると、マエスケラからあ声が出ている、額の,その小さな穴から細く、えー、声が出るように感覚になると、えー、共鳴ではなく共振ですね、共に震えると書いて共振なんですけどで、共鳴っていうのは、その生体でできた音がですね、その。 周りにある空間を使って、えー、音を作るとそれが共鳴になりますなので正しい共鳴ができた状態になってくると、えー、共振が起きてそれで額から小さな穴を,を通ってですね声を細く声を出すというミステリーミステリーというかそういう言葉が生まれてきます、うん、なのでそうですね ということですかねだからあの注意点としては細く出そうとしするのではなくて、えー、そっちのお機能をしっかりと使って、えー、活用してあげるとフルに活用してあげるっていうのが大事になってきますであの、うん、そうだからいわゆるーフスラアンザッツの何番になるのかなちょっと分かないよ 5番とかかですかねあと3の A とかになってくるんですけど、うん、こればっかりをあの意識し続けるとですね逆に喉が締まってきて、えー、本末転倒になりますねなのでそれに対応する暗殺6うなじの暗殺だったり胸の暗殺2番とかあとは。 交尾区たりと頭頂、頭のてっぺんあたりの暗殺の4番とかを意識しながらですね、えー、やってあげるっていうのもまあ,あ一つの点にはなりますね。うんっていうこと感じですかね。うん まあ、あの正しい発生する際にそ,のそういう暗殺を使ってやるというのはあの一つの手段なんですけれどもそちらを先に、えー、考慮してというかあ利用してです、ね、やっていくとです、ね、逆に喉がしまったりとかあ起,き起きてしまうので。 うん大事なことはその正しい声帯の使い方をしてあげたあ結果ですねそこに、えー、そこから声が出るというような感覚を持,って持つと正しい発声なんだなっていうふうになるなります <laughs> うんって感じですかねあそうあとあのー、もう一個言わせつてたことあるんですけれども おまああのー、歌声にはフ,フォルマント、倍音ですね、倍音の仕組みがあるんですが、えー、この倍音がです、ねえー、高ければ高いほどお小さな空間に響くということになってきます。で、ここにある空間、小さな空洞ですね、は小さいので、倍、え、音、ー、が高い、えー、ほど、ここに響くような感覚になってくるとで、えー、こっちはこの、ここに比べると、もうちょっと広い空間なので。 高音、えー、に行った時にですねよりここに響く感じを持つと正しいとだからフォルマントの観点から言っても、えー、そういう強心ですねを感じることは正しいっていう指標にはなると思います <laughs>、はい、今回はああ 視聴,者視聴者様からいただいた額から細く声を出す小さな穴を通すような感じで出すということ感覚についての説明ですねをさ,させていただきました、はいえー、これからもどんどんあの質問していただいてどんどんアンサー動画を出していきたいと思います 今回の動画に関してもまだ何かわからない点があればどしどしコメント欄にコメントよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。